こんにちは、ミルクティー飲みたいです。ということで、ついさっきですね、フジロックの今年のラインナップが発表されてたんですけど、行きたいんですけどどうしようかなと思ってます。ということで、今日のお話なんですけれど、皆さんは世界中に今何カ国あるかご存知でしょうか？僕が小学生ぐらいの頃は192とか193とかって言われてたと思うんですけれど、どうやら今は196カ国もあるそうです。当たり前なんですかね。もしかしたら今めっちゃこいつアホやんって思ってる方もいるのかな、わかんないですけど、それだけたくさんのミステリーがあると言えるのではないかなと思うんですけれど、それはつまり毎日毎日世界中のあちこちで新たな謎が生まれて、僕らの知らない世界で起きていることではなく、確かにいつもそこにある人々の生活だったり営みの中からこう謎というのは生まれてくるのではないかななどと思うんですけれども、そういった世界中の数あるミステリーの中から、選んだ3つのお話、つい友達に喋りたくなるようなお話というのを選んでみたので、僕のリスナーさんはよく僕の話はなんかBGM とか寝る前にちょうどいいと言ってくださるので、そんな感じで聞いていただけたらなと思います。今日最初にご紹介しようと思っていますのが、人体自然発火現象、略して SHC と呼ばれるものです。人体の発火というと、確か東野圭吾さんの小説の探偵ガリレオの中で登場したりだとか、アニメの漫画かな、るろうに剣心の敵役で出てくる獅子王誠が持つ特殊な体質なんかで皆さんもご存知なのではないかなと思いますし、同時にフィクションの世界の話だと思っている方も多いのではないでしょうか。しかしこの人体自然発火現象というのは、過去300年間の間に約200件ほど報告されているという、割と起きていることなんですよね。その状況というのは多種多様で、例えば CD ショップ、音楽ストアにいる時、またいつものように何気なく散歩している最中や、いつもの公園のベンチに座っている時、あるいは赤ちゃんが生まれる喜びにこう浸っている中、突然赤ちゃんから煙が出てきて、なんだこれ燃えてるぞと、そういったいろんな中で突然人が燃えるということが報告されていて、ちょっと怖いしちょっと面白いですよね。特に気になったケースを挙げますと、これは8年前かな、2010年の12月21日にアイルランドの72歳の男性マイケル・フェアティという方のケースをご説明していくと、少なくとも科学的に解剖すればなぜ燃えたのか分かる時代の話として聞いてください。アイルランドっていう国はイギリスの横に位置する島国で、夏だと夜の11時まで日が落ちないと言われています。2010年クリスマスを目前にしたある民家から煙が上がっているのを近所の住人が発見しまして、消防署に連絡したそうです。そして駆けつけた消防隊員が目にしたのは、床で黒焦げになって亡くなっているフェアティさんの遺体でした。しかしおかしなことに消防隊員たちはあれ？って思ったんですね。それなぜかというと、普通壁も燃えていたりだとか床一面が燃えてたり、また必ず火元となる何かがあるはずなのに、そこにあったのは遺体、そしてその下の床と天井だけが燃えているという状況でした。次の年にですね、医師や検視官、また専門家たちが立ち会って追及していった結果、ある結論が出されたんです。それがこの火災を徹底的に調査した結果、私はこの事件が十分には説明できない人体自然発火現象の部類に当てはまるという結論に至った。ちなみにもう一つ稀なケースというのをご説明していくと、これはたまたま生存したという稀な例なんですけれど、1980年代、ベーカーさんという男性が友達と釣りの旅行に行こうと思って、ルンルンでソファーに座って支度をしていたそうなんですよね。そしたら突然ベーカーさんから炎が上がって炎に包まれたというお話で、まさにですね、新鮮な魚を釣って焼いて食べるはずが自分がこんがり焼ける羽目になってしまったと言ったとか言ってなかったとかっていうことなんですけど、二人がかりで懸命に火を消すことができたから命は助かったんですけれど、なんとその後病院に運ばれてお医者さんに見てもらった結果、分かったことは、なんと発火した原因の場所っていうのがベーカーさんの
体内だったそうです。現在も原因は不明なんですけど、いろんな説がありまして、例えば人間のろうそく化現象、例えば部屋の中で突然急死してしまった人の服がろうそくの紐の部分の役割を成して、また人間の体の脂肪分っていうのがろうそくの役割になり、部屋の酸素がなくなるまで燃え尽きたという可能性であったり、人間の遺伝子の中には発火性遺伝子という特殊な遺伝子を持つ人間がいて、突然それで燃えるという仮説みたいなものもありまして、いまだに謎に包まれているものの一つとなります。続いてのミステリーは、皆さんキーサキジャックという言葉を聞いたことがあると思います。これは1888年にイギリス・ロンドンを震撼させた連続殺人犯ジャック・ザ・リッパーのことです。ロンドンっていう街は意外と雨が多いイメージですが、実は降水量は日本の半分ぐらいで、ただ日本と違って降ったり止んだりと天候が変わりやすい気候だと言います。なんとなくイメージの中では、雨が降ってもパーカーのフードをかぶっていく人たち、いつも霧が深く曇り空でミステリーが似合う街だなというふうに思うんですけれど、キーサキジャックっていうのは、僕が小学生ぐらいの時、名探偵コナンの劇場版かな、ベイカーストリートの亡霊っていうやつの中で出てきて、当時の僕もすごい怖かったなというイメージなんですけど、皆さんはバネ足ジャックというのを聞いたことはないでしょうか。これはですね、もう一人のジャックと言われるイギリスで恐れられている都市伝説的な存在の一人です。バネ足ジャックっていうのは1838年頃にロンドンでいたずらであったり、何者かに襲われるという事件が多発していたんですけれど、それは例えば公園歩いていたら突然後ろからこう怪しい人影がついてきまして、鍵爪でこう服をね切り裂かれたっていう話だったり、ロンドンを走る馬車、紳士たちがいる中で突然男が馬車の前に飛び出し、その馬車を転倒させたっていう話だったり、いきなり家にトントンって来て、それで何かなと思ったらおまわりさんがそこに立っていまして、そのおまわりさんだと思っていた男が振り向きざまに口から炎を吐いたなどっていう話が多発していたんですね。笑いながら逃げ去っていくんですが、その逃げ足というのがとてつもなく速くて、3メートルぐらいの塀であれば簡単に飛び越え、さらに屋根をですね、トントンとこう飛び乗って逃げていくというところからバネ足ジャックと呼ばれるようになったそうです。彼の特徴というのをまとめてみると、炎を吐く、また黒マントに黒いスーツ、そして手には鍵爪と頭に角を生やし、目が赤く悪魔のような見た目をしていたという、結構ハロウィンで出てきそうな、そんな見た目の人です。では彼の正体とは一体何だったのかというと、当時これらの事件が起こるちょっと前にロンドン市長のもとに謎の人物から手紙が届いたそうなんですね。その内容っていうのが、当時貴族たちの間で流行っていた賭け事、その賭けに負けた者は悪魔か幽霊の格好をしてロンドンの市民を脅かすっていう、そんな賭けをしていたそうです。警察にたとえ通報されたとしても、彼らは貴族たちなので、そういった事件を全てもみ消しているといった内容だったんです。このジャックに懸賞金をかけたんですが、結局捕まることはなかったそうです。もしかしたら犯人は特定できていたのではないかと。その犯人がものすごく身分の高い人だった。だとしたら、当時新聞が全くこの事件について触れなかったというのも、きっとそういうことなのではないかっていうお話です。最後にもう一つ話をしようかなと思っているんですけれども、世界中には謎の石碑や彫刻がたくさんあると言われていますよね。有名なものだとアメリカの CIA 本部に置かれているクリプトス、またジョージア州にあるガイドストーンなど皆さん知っていると思うんですけれども、これに並ぶものがイギリスにもあるんですね。それがシャグバラーの石碑です。シャグバラーの石碑には、左端には D、そして右端に M の文字、そして中央には OUOSBABB と書かれています。これは進化論で有名なチャールズ・ダーウィンであったり、かの有名なエニグマの暗号解読チームなど、数々の天才たちが挑んできたんですが、未だに誰にも答えは分かりません。真ん中に描かれている絵というのが、現在ルーブル美術館に置かれるニコラ・プッサンによって描かれた絵になるんですけれど、いろいろ有力な説がある中で、一つこれは面白いと思うのが、この石碑は
実は聖杯の場所を表しているのではないかと言われています。ニコラ・プッサンという男は実はテンプル騎士団の意志を継いだある秘密結社の主要メンバーだったと言われています。さらにこの石碑の制作を依頼したアンソン家という一族もまたテンプル騎士団と強いつながりがある一族なので、これは偶然ではなくきっと何かそれに関係する秘密をここに記したのではないかというふうに言われているんです。アメリカの軍事関係者が高度な暗号技術を駆使して解読していった結果、ある文章が浮かび上がってきたと言われていまして、その文章っていうのがキリストは神ではないといった意味を表す文章だったんですね。しかしまた一方で本当の意味っていうのはこの石碑が設置されている庭全体を解読していかない限りはこの答えにはたどり着かないと言われてまして、それを解読すればテンプル騎士団が隠したとされる聖杯の場所がわかるのではないか、皆さんの中でも自信がある人はぜひ挑んでみてください。ということで今日は3つほど面白いなと思った話をご紹介させていただいたんですけど、共通して言えることっていうのはどの謎の中心にも人間がいて、人間っていうのが実はこの地球上で最も謎に満ちた存在なのではないかと、という感じで今日はね締めていけたらなということでですね、今回はこの辺にしておこうかなと思います。こんな話が好きな方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。